さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回も私、リュウとビンジで事件を考察していきたいと思います。今回の考察は未解決事件、鴨前ゆきちゃん行方不明事件です。かわいそうの怪文書で有名な事件ですが、ビンジはこの事件どんな印象ですか？この事件は当時小学3年生のジョジが突然自宅から神隠しのように姿を消し、事件に関する有益な情報もないまま、ある日突然家族のもとに怪文書とも思われる手紙が送られ、この手紙がもしいたずらでなければ事件を解く鍵がこの不気味な手紙の中に残されているのかもしれません。この事件は何といっても気味の悪い怪文書が有名ですが、果たして事件との関連はどうなのでしょうか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1991年3月15日、当時小学2年生で8歳の鴨前ゆきちゃんは、当時通っていた富田小学校を13時頃に出て、13時半から14時頃までに帰宅したとみられる。家では父親が夜勤明けで寝ていたが、ゆきちゃんは普段から父親を起こさないようにそっと帰宅し、帰宅後も静かにしていたようで、この日も父親はゆきちゃんの帰宅には気づいていなかった。14時半頃に母親がパート先から自宅に電話をかけた際、ゆきちゃんが電話に出ている。仕事で帰宅が遅くなるという母親に対し、ゆきちゃんは電話口で分かったと答えていた。15時半から16時頃に当時小学6年生であったゆきちゃんの姉が帰宅。姉の帰宅時点ですでにゆきちゃんの姿はなかったが、この時はゆきちゃんはいつも通り友達と遊びに行ったものだと考えられていた。16時半頃に父親が起床し、ゆきちゃんがいないことに気づくも、遊びに行っているものと思い仕事へ出かけた。その後17時から19時の間に当時高校生であったゆきちゃんの姉が帰宅し、母親もパート先から帰宅。ゆきちゃんはその後も帰宅せず、異変と感じた母親が20時頃に警察に捜索願いを提出。警察、家族、小学校の教師たちで付近を捜索したが、とうとうゆきちゃんが見つかることはなかった。なおこの事件は2006年に未解決のまま時効となっている。事件の不審な点。ゆきちゃんは普段帰宅後には校庭などで友達と待ち合わせをして遊ぶことが多かった。遊ぶ時はいつも家にランドセルを置いた後に自分の自転車に乗っていくはずなのだが、事件当日はゆきちゃんの自転車は自宅前に残されたままだった。このことからゆきちゃんは当日は遠くへ行くつもりはなかったと考えられている。事件当日、ゆきちゃんは仲のいい友達から遊びに誘われていたが、約束があると言って断っていた。何者かが前もってゆきちゃんを誘い出す約束をしていた可能性があり、顔見知りの犯行という見方もある。ゆきちゃんがいつも外出時に着ているお気に入りのピンクのジャンパーも家に置いたままだった。事件が発生した1991年3月15日はまだ肌寒かったため、ジャンパーを着ないで外出するのには違和感がある。ゆきちゃんは遠くに行くつもりはなく、すぐに帰ってくるつもりでジャンパーを着ていかなかった可能性がある。小学6年生の姉が帰宅した際、すでにゆきちゃんの姿はなかったが、テーブルの上には飲みかけのまだ温かいココアが残されていた。ゆきちゃんはココアが大好きで自分で作ってよく飲んでいた。好きなココアを飲みかけにして出かけており、何か急用があったのか、誰かと待ち合わせまで時間がなかったのか、理由が分かっていない。私は事件当日、ゆきちゃんが友達からの遊ぶ誘いに約束があると断ったところに注目しています。この約束は事件当日、ゆきちゃんの学校登校時に何者かが約束を取り付けたのではないかと推測しています。その人物は大人の女性で、ゆきちゃんが不信感を持たないよう同級生の母親か家族の知り合いなどに装い、帰宅後に会う約束をして誘い出したのではないかと考えています。事件当日、自転車は置いたままで、
お気に入りの上着もそのまま、さらに飲みかけのココアがあった状況から考えると、ゆきちゃんは友達に約束があると言って断っていますが、家に誰かが来る約束をしていたのではないでしょうか。もしそうだとすれば、ゆきちゃんは玄関先で連れて行かれた可能性が高いと思います。皆さんはどうでしょうか。目撃情報。事件発生後、ゆきちゃんの目撃情報が多数寄せられた。学校のジャングルジムで遊んでいた、学校横の川周辺にいたという学校周辺での目撃情報が多い中で、自宅から15メートルほどの四つ角で白いライトバンの運転手と話をしていたという証言もあったが、いずれもゆきちゃん発見の有力な手がかりとはならなかった。怪文書。事件発生から3年後、父親宛てとみられる鴨前秀幸様と書かれた手紙が届いた。しかし鴨前ゆきちゃんの父親は義幸さんで、宛名は間違っていた。父親宛てに届いていた手紙はカタカナや漢字、ひらがなが混ざった怪文書で、意味がわかる部分はあるものの解読は難航し、現在の失踪事件の明確な手がかりにつながっていない。この怪文書の内容を皆さんに分かりやすいように文章を変換してネットの記事を引用させていただくと、まず1枚目に記されているのは、この失踪事件が富田のまたわれと呼ばれる人物によって引き起こされたことをゆきちゃんの両親に向けて知らせるものとなっている。その大半は富田のまたわれなる人物が一体どのような素性の人間であるかを説明するものとなっており、ところどころ文章不明な文言や判別が難しい箇所が散見される。全体的な記述から推察して、この富田のまたわれは女性であると考えて間違いないだろう。またこの事件について考察する人々の中には、富田のまたわれについて売春婦のような仕事をしている人間であると見る向きもある。しかし常時の相手であるアサヤンと呼ばれる男性に対してコーヒーを飲みながら諭吉を握らせたという点や、その常時によって本格的に肉欲へと目覚めたことを示唆する記述から、売春を制御とする女性とは考えにくい。そのためいわゆる素人人妻売春の類であったことが推測される。彼女は平凡な家庭生活に飽きたのか、結婚後しばらくして夫以外の男を物色するようになり、その結果知り合ったアサヤンという男性に自ら金を払ってまで抱かれ、そこで今まで味わったことのないような快楽を得た。それ以降このアサヤンに命じられるがままに動く性奴隷となったと解釈するのが妥当ではないだろうか。1枚目に続き、富田のまたわれがアサヤンの指示で引き起こしたと思しき鴨前ゆきちゃんの誘拐について触れているこの文章は、1枚目とは違いどこか詩的な表現が目立つのが特徴である。無論その大半は文意不明であるが、この怪文書を考察する人々の中には、カムチャッカの白雪の冷たさとは知らずに結果はみゆきを八寒地獄に落としたのであるという部分から、アサヤンなる人物が人身売買を担うブローカー的な存在であり、彼の指示で富田のまたわれが協力したことで結果として鴨前ゆきちゃんは海外へと売り飛ばされたと読み解く向きもある。考えようによっては、富田のまたわれがそのような激しい環境へと彼女を誘ってしまったと表現している可能性も否定できない。なお平和気球とは違うという文言は一般には日常会話にあまり登場するものではなく、どちらかといえば政治や宗教におけるスローガンとして用いられることもしばしばの文言である。もしかするとアサヤンと呼ばれる人物は表向きそのような活動に従事している人物であるか、はたまたそうした大義を掲げつつ富田のまとわれを自らの犯行へと協力させたのかもしれない。そして最後の一文については、自らの行為が大きな事件となってしまったことを後になってから知った富田のまたわれが
現在送っている開墾の日々について描写していると思われる。しかしそれを忘れたいために股を割ってくれるオスを探し続ける毎日という記述から、すでにアサヤンとは手切れとなっており、別の男性を物色していることがうかがい知れる。3枚目は大まかに言ってユキちゃんの両親に向けてのアドバイスとも取れる内容が記載されている。その内容はどこかこの手紙に記された手がかりをもとに事件が解決されることを避けようとする意思が感じられる。しかもそれを隠すかのようにそれまでの内容とは違い個人の思いを箇条書きで記すという不可解な点があることも見逃せない。というのも3枚目の内容に加え2枚目の最後の部分に記されていた富田の股割れの開墾の日々についての記述を重ねて考えると、この手紙を書き送りつけてきたのは当の富田の股割れ本人ではないかという印象を受ける。彼女は自身の肉欲に突き動かされる形でアサヤンなる男性の虜となり、彼の指示するままにユキちゃんをおびき出した。それが後になって大事件となったことで自責の念に駆られ自身が逮捕されることは避けたいものの、鴨前家の人々に対して懺悔の思いを込めて事件解決のヒントと彼女が生存していることを伝えようとしたのではないか。そう考えれば本来であれば第三者には詳しく知り得ないであろう富田の股割れの素性やその日常、さらにはアサヤンとの出会いや関係などといった1枚目の内容が詳しく書かれている点もうなずける。しかしそうは言っても自身が逮捕されることは避けたいため、あえて第三者目線でしかも謎めいた表現を多用しつつ記すことで書き手である自分自身が富田の股割れ本人であることを隠そうとしたのではないだろうか。この怪文書ともいえる手紙は犯人またはその関係者から送られてきたと私は推測します。また事件後3年経過してから送られてきたのが疑問に残りますが、送り主は警察の捜査が3年経過しても難航していることや犯人周辺にまで捜査の手が及んでいないことを感じ、さらに攪乱させるためにこの怪文書を送ったのではないでしょうか。まず不可解に感じることは内容はもちろんですが、なぜ3年後に送られてきたのか。捜査が難航しているのを知った上で送ってきたということはやはりいたずらなどではなく何らかの情報を知っている者が書いたと思います。しかしわざと名前を間違えたり意味不明の文章を書いていることから警察に対する挑戦状とも取れるのではないでしょうか。そう考えると犯人は単独ではなく組織的な犯行で捜査を一層攪乱させる目的があったと考えられます。もう一つの手紙。怪文書が届いてからしばらくした後不気味な手紙が届いている。その手紙は福岡県に暮らす尾形達夫と名乗る人物から捜査に協力するという内容で、ユキちゃんはすでに死亡しており、ユキちゃんの霊の協力を得てダウジングで遺体を捜索するというものだった。またその手紙には犯人はユキちゃんの顔見知りで男女2人の犯行だと書かれていた。これは怪文書の内容と一致している。ところがこの手紙が届いた3日後、同じ人物から再び手紙が届き、そこにはユキちゃんの霊を邪魔する別の霊が現れ捜査に協力することはできなくなったと書かれていたという。果たしてこの手紙が意味するものは何だったのか、真相は分かっていない。不審な電話。事件発生から12年が経った2003年10月、鴨前家に若い男の声で不審な電話がかかってきた。男は自分の身長は170センチで髪型はパンチパーマなど自身の体格や髪型の特徴を述べた。いたずら電話にも思えたが、自宅から15メートルほどの四つ角で白いライトバンの運転手と話をしていたという目撃証言の運転手がパンチパーマであったため、そのことは関係者しか知らないはずの当時未公開の情報であり、
この男はユキちゃんについて何らかの情報を知っていた可能性があると見ていた。事件の真相とは。今回の事件も含め未解決行方不明事件に共通しているのは、犯人の手がかりとなる情報や目撃情報が少ないことなどが挙げられます。また行方不明後に犯人からの身代金要求などの電話なども一切なく、犯行目的が解明されないまま数年後に手紙が送られてきたり、情報提供の電話などがかかってきたところが似通っている点だと思います。私の見解ですが、前回考察動画で取り扱った吉川ゆりちゃんの事件の小学生女児と共通している点があり、犯人は異なるとは思いますが、誘拐専門のプロ組織のようなものが存在しているように感じてなりません。この事件は衝動的な誘拐ではなく、明確な目的の上で誘拐されたと思います。その目的が何なのかは全く想像の域を超えませんが、計画的に仕組まれた誘拐事件だと思います。国内のみならず、何らかの理由で子供を必要としている組織の犯行ではないでしょうか。今回のように怪文書が送られてくるケースは稀で、神隠し的に子供が連れ去られる事件は後を絶ちません。現在の日本でも子供の行方不明者数は年間約1000人を推移しています。この事実をもっと多くの人が知り、本当に安心できる国にすることが私たち大人の義務ではないでしょうか。皆さんはどう感じますか。では今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。よかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いします。この動画を見ていただいてありがとうございます。では次の考察で。